エブラ粒子発生装置発見。幸い周辺にラプチャーはいません。いいですね。このまま壊して帰りましょう。はい。ドロシー、あそこに見えるのって、まさかお墓？言ってはダメですよね、ラプチャーがいるし。そんなことありませんよ。行きましょう。あれくらいなら私一人でも十分です。こちらに引きつける方法はありませんか？お墓が破壊されそうだからですか？はい、無理でしたら仕方ありませんが。いいアイディアですね。引きつけましたよ。少し過激になりましたね。過激だなんて。来ます。もちろんです。よく見ておいてください、私の姿を。とくとご覧あれ、一瞬で終わらせて神髄。無意味な抵抗をつまらないように、あなたに勝利をもたらしました。およそ20個ですね。少し祈りを捧げてもよろしいでしょうか？もちろんです。ラプンツェル？はい。彼女たちの声がまだ聞こえますか？聞こえません。死者は話せませんから。誰に祈っているのですか？誰にも祈っていません。何のための祈りですか？何も望んでいませんよ。祈りで何が得られるのですか？何も得られません。ではなぜそこで祈るのですか？声が聞きたいのです。ラプンツェル、まだそんな。違いますよ、ドロシー。あの時聞こえた声は私のものでした。今は本当に彼女たちの声が聞きたいのです。なぜですか？皆さんの故郷を見つけてあげたいので。故郷？はい、そこで残りの時間を過ごしてほしいのです。最も穏やかだったその場所で、今までとても辛かったはずですから。ラプンツェルも望んでいるのですか？故郷へ、家へ帰って永眠することを。もちろんです。しかし今ではありません。私にはすべきことができたのです。すべきこととは？決めました。私は、ラプンツェル、今のこれは、ああ、なるほど、皆さんの記憶がここにあるのですね。何が起きたのですか？記憶が流れ込んできました。先に旅立った皆さんの記憶が。その黄金色の粒子のことですか？はい。それは一体？魂、もしくは他の何かでしょう。エブラ粒子の発生装置を壊して帰りましょう。皆さん待っていますよ。これで
臨時監視所とアークとの通信がつながるのですよね。はい、おそらく。早く戻りましょう。ドロシー。皆さんの体を運ぶことはできないけれど、認識票だけでも持って行って、私たちが作ったお墓に一緒にお迎えしましょう。ありがとうございます。こちらこそ。